んこんにちは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サータデーが始まります。本日の MC を務めます武田あさみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストを招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしています。まずは東京タワーからお知らせです。高さ333メートルの東京タワーでは5月8日日曜日まで1階正面玄関前に333匹の鯉のぼりと全長6メートルのサンバのぼりを装飾しています。色とりどりの鯉のぼりの中には1匹だけ全長6メートルのサンバのぼりが泳ぎます。このサンマのぼりは毎年秋の恒例行事三陸大船と東京タワーサンマ祭りを通じて友好関係にある岩手県大船渡市へ復興のエールを込めて飾られています。すっかり東京の名物となった333匹の鯉のぼりと全長6メートルのサンマのぼり、青い空と赤い鉄骨をバックに雄大に泳ぐ鯉のぼりをぜひご覧になってください。その他にも東京タワーには様々なイベントをやっていますので、詳しくはホームページをチェックしてみてください。それでは早速この後登場するラブパレットをご紹介します。2008年より綾子さんのソロユニットとして活動開始、2011年にシングルボイスをリリース。収録曲ひまわり迷路が北海道北竜町ひまわりの里のテーマソングになりました。2012年結婚出産を経てママシンガーとして再出発。今年の2月にはミニアルバム Go Home をリリースされました。それではご登場していただきましょう。ラブパレットさんです。大きな拍手でお迎えください。こんばんは、ラブパレットです。はじめましての方がたくさんいらっしゃいますが、ぜひ情報だけでも持って帰ってください。お時間ある方はぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは早速、レターという曲を聴いてください。久しぶり元気ですかと、そんな書き始めの手紙、決まって君はこの季節にペンを取り送ってくれる携帯で、初めて出会った日
初めて出会った日を覚えてますか？初めて話したことを覚えてますか？手紙にはそんなことが書かれていて、小さくうなずいた覚えてると、出会いからたくさんの月日が流れ、二人はやっと気持ちをぶつけ合った、儚げに散りゆくあの並木道の初めて出会った場所のベンチで、二人は改めましてこんばんは、ラブパレットと申します。たくさんの方が泊まって行ってくださってますが、ぜひスタッフがフライヤー配っておりますので、よかったら持って帰ってください。はい、では早速ですね、 CD 一番新しい CD Go Home に入っております手のひらという曲を聴いていただきたいんですけれども、子供と手をつないで歩いているそんな風景からできた曲です。それでは聴いてください、手のひら。
はい、皆さんにとってはそうですね、初めましての方が多いので皆さんにとってはもう全部が新曲だと思うんですけれども、ぜひ知っている曲を入れていきたいなと思い、今からちょっと1曲だけカバー曲を歌わせていただきたいなと思います。今現在映画でやっているアーロと少年というの見た方います？いないですか？あら、まあ、その中でエンディングですねになっております、キロロさんのベストフレンドという曲を聴いてください。もう大丈夫、心配ないと泣きそうな私のそばでいつも変わらない笑顔でささやいてくれた。まだまだまだやれるよ、だっていつでも輝いてる。時には急ぎすぎて見失うこともあるよ、仕方ない、ずっと見守っているからって笑顔でいつも
とうございます。はい、先ほどご紹介いただいたんですけれども、ラブパレット、2011年に発売したシングルボイスという3曲入りの CD なんですけど、その中に入っているひまわり迷路という曲が、北海道にあります北竜町ひまわりの里という日本一のひまわり畑のイメージソング、テーマソングになっておりまして、その曲をこれから夏ということで歌わせていただきたいなと思うのと、あと愛の歌という曲を2曲続けて聴いてください。それではひまわり迷路、愛の歌、聴いてください。Last
止めて少し遠くで見ていた背中どんな昨日の悲しみを一人で君は背負ってきたんだろう伝えたことなんてないけど木漏れ日のような笑顔が好き風がきらめき始めたずっと忘れない出会ったこの季節どんな未来でもいいよ旅に連れてってねダーリン思い出は不器用で自分らしさもいつも通りももうここにないからああ人混みで繋いだ手から心にだけ響く声がしてありふれた普通の日東京タワーにお越しの皆さんお元気ですか今日すごく元気な方いますもうちょっと疲れちゃったよっていう方はみんなどっち元気ないぜひ今日は元気になって帰っていただきたいなと思いますがちょっとだけ業務連絡をラブパレットはですね普段はライブハウスだったり、ショッピングモールさんだったりというところで歌わせていただいているんですけれども今日は東京タワーということですごく夜景を楽しみに来たわけですがまだとても明るく
夜景じゃなかったっていうね、ちょっと予想外の展開なんですけれども、ぜひねこの後、この後まだもう一組ライブがありますけれども、皆さんお時間あればライブも聞きつつ夜景も楽しみつつ帰っていただきたいなと思っております。それではですね、ラブパレットのテーマソングになっておりますカナ一緒に暮らそうという曲と、皆さんずっと新曲なので、ここでもう一曲カバー曲を、明日への手紙という曲を2曲続けて聴いてください。それではまずはラブパレットの曲から一緒に暮らそう。
ますか？大事な人はできましたか？いつか夢は叶いますか？この道の先で覚えていますか？揺れる麦の穴の湯場へ地平線続く空を探し続けていた明日を描こうともがきながら今ありがとうございます。はい、どん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 なんかお客様がこう入れ替わり立ち替わりこういらっしゃってますが、ラブパレットと申します。何度も言います。ラブパレットです。ぜひ名前だけでも覚えて帰ってください。はい、それではですね、もう時間もあまりないんですけれども、ちょっとだけ告知をさせてください。今月はもうありませんけれども、5月の4日に愛知県なんですよね。
愛知県で、イオンモールでインストアライブあります。そして6月の5日新宿サクトさんという、ライブハウスですね、こちらでライブがあります。そして明日4月の24日、千葉県でしか見れないんですけども、千葉テレビさんの、月刊千葉中という番組で、ラブパレット、曲 Go Home という、今日は歌わないんですけど Go Home という曲が、千葉キャラが数珠つなぎで踊ってくれているというコーナー、そして明日の番組ではですね、パン屋さんを私の子供と一緒にリポートしております。よかったら千葉テレビ見れる方はぜひ11時からお昼の11時からやっております。ぜひ見てください。それではグッバイデイズという曲を聴いてください。よかったら手拍子を。ありがとうございます。立ち止まる時にはそっと心で深呼吸して、時に土砂降りの雨傘を叩くでしょう。たとえ孤独を感じても気づいて一人ではないと、めぐる季節虹が出た日全てにうなずけるかも。いつかその小さな手で掴んでね、夕日が綺麗。 Goodbye days、 共にこの世界を生きれる喜びと、 Goodbye days、 ささやかなこの日をいつでも大事にしてね。
ありがとうございます。それではラブパレット最後の曲になります。ぜひ最後の曲、あと1曲ですので聴いて帰っていただきたいんですけれども、最近ですね、まあ、ニュースでもやっておりますが、熊本の地震がありましたよね。心苦しいことがとてもいっぱいあるんですけれども、私たち皆さんそれぞれですけど、できることが、まあ、ちょっとずつだけどあると思うんですよ。その場でできること、 なんだろうな、まあ、ずっとお金を貯め込んどくんじゃなくて、まあ、使っていったりとかさ、募金してみたりとか、なんか本当にちょっとしたこと、皆さんのそのちょっとしたこう小さな一歩が大きくなっていくと思うので、なんかね、できることをみんながやっていっていただきたいな、私もなんか やりたいなって思ってるんですけど、実際じゃあ何するんだよみたいな自分への問いかけみたいなのがやっぱりずっとあって、私はその歌を歌うことが仕事ですし、なんかこういう時に歌ってんじゃねえよみたいなことを言ってくる方もやっぱりいるんですよ。だけどこれが仕事であって、やっぱりじゃあその方はお仕事にされないんですかみたいな感じになっちゃうんで、私にはこれしかないんですけど、まあ、こうやって歌っていって皆さんが、まあ、例えばライブハウスだとチケット代が発生します。そのチケット代から何パーセント寄付に回したりとかすることもあるんですけど、それだったり、まあ、CD の売り上げの何パーセントを寄付してみたりとか、そういうことがでしかちょっと私にはできないんですけど、まあ、ちっちゃい頃ことから何かの力になれば、本当に他人事ではない日本に起きてることなので、うん、やっていきたいなと思っている最中なんですけど、まあ、そんな、実はその 3.11 の時に、ボイスという曲ができたんですけど、まあ その全然前にできた曲が、まあ、リリースが 3.11 と被ったってだけなんですけど、本当に落ち込んでいる人に向けて心が晴れたら、ちょっとでも晴れたらいいなっていう思いを込めて書いた曲を最後に聴いていただきたいなと思って持ってきました。それではボイス、皆さんの心が晴れますように聴いてください。ねえ聞こえてる、みんなの声届け。君の心祈って
して景色を変えよう。日差し浴びて弾けよさ、届けこのメッセージ、心晴れるように。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼しました。はい、ここで東京タワーでのライブの感想をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、お願いできますか。そうですね、本当に夜景が見えると思っていたんですけど、ね、ちょっと夜景はなかったんですけど、本当に皆さん温かく最後までゆっくり聞いていただけて、本当に幸せな時間でした。はい、ありがとうございます。ではライブの途中でも告知があったんですけれども、はい、ユーストリームでも配信していますので、改めて今後のライブの告知などございましたらお願いいたします。はい、5月の4日愛知県ですね、アイモール三好というイオンモールでインストアライブがお昼からあります。そして6月の5日ですね、新宿サクトさんでライブハウスですね、夜夕方、ちょっと詳細は出てないんですけども、こちらでもライブが決まっております。はい、皆様ぜひチェックしてみてください。この後皆様から見て右手の方で CD の販売もございまして、本日こちらの手書きで今日のためにこれ書いてくださいましたよね。こちらのフライヤーの方もございますので、皆様ぜひお手に取ってみてください。ではラブパレットさんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。この後19時からシンガーソングライターの森大輔さんのライブをお届けします。それまでごゆっくり東京タワーの素敵な夜景をお楽しみください。